予算委員会も開会をしておりました。で、同僚議員もこの問題については質問をしておりますが、この点について、合わせてお伺いしたいんですが、情報の集まる官邸、総理大臣官房長官ご出席ですが、お二人はいつこの情報を知りましたか。戦後不良と内閣官房長官、私も昼休みに、その旨の情報に接しました。ただ今中谷議員がおっしゃってる話もですね、つまり海上保安庁長官がいつどのような事実を聞いたかということを聞いてるのか、後から聞いた話だけども、その告白をした巡視艇の船員がその上司に言ったのはいつか、そのことを海上保安庁の長官が聞いたのはいつかと、こう分けて聞いていたから、なんか混同しているように聞こえました。内閣総理大臣。